はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回はね、はいこちら行ってみたいと思います。はい、視聴者さんからねまたまたお手紙とかいろいろと届きました。でちょっとこれね中見たところ、2人の方からね届きましたので、今回はねそのうち1名の方のね分ねちょっと見ていきます。一応この次にもうすぐねもう一方の分ね見ていきますんで、ちょっと順番が前後しちゃったらごめんなさいね。さあさあ、それではまずはどっちから行こうかな。よし、じゃあこっち行きましょうね。これは誰のでしょうが、サスケって書いてますね。サスケくんかな。で表にはうちの事務所の住所ですね。さあさあ、それではねなんかちょっと入ってる感じするんですけど、ではではちょっと見ていきましょう。あ、車両があります。はい。お、スーパーグレートと、なんだこれ。あ、ミキサー車だ。あ、すげえ。で、あ、お手紙もあるのかなこれ。あ、やった。あ、嬉しいね。あ、またこれ頑張って書いてくるやつ。おお、おもちゃんねるさんへ、中古のトミカ開封いつも楽しみにしています。1台ボロいトミカちょっとごめんなさいね、笑っちゃったけどね、1台ボロいトミカがあります、サスケより。あ、お名前からしてサスケくんなのかな、男の子ですかね、男の方かもしれませんよね。いや、ありがとうございますサスケさん。でこれなんか素敵なお花ですねこれね、折り紙とかで作ったのかな、これすごいおしゃれなお手紙。いや、ありがとう。で、ボロいトミカボロいトミカってどういうこと。あ、これかな、こっちのことを言ってるのかな。ねえ、ミキサー車のこのヘッドがちょっと塗装が剥がれてる感があるんで、それのことですかね。いやいや、そんなんもういいんですかね、これ特にあげますとか書いてないですけど、いいんですかね。いただきますということで、サスケ様から、いただきましたね。ちょっと、ボロいとボロい言ったら怒られる、ボロい素敵なトミカね、ちょっとこちら、2台ね、見ていきたいと思います。じゃあもうね、ご主張されてる通り、この1台のこのボロいトミカの方からいきますか。あ、でも、あ、いいねいいねこれ。あ、僕これ多分持ってない。へえ、すごい、結構古いミキサー車ですよねこれ。さあさあ、それでちょっとね楽しませていただきましょう。まずね全体ちょっとね、はい、くるっと見てみると、こんな感じです。なかなか結構昔のミキサー車ですね。てかこのギミックちょっと、僕こんなの本当に、僕ねそこまでめっちゃ詳しい人じゃないんですけど、このタイプのねミキサー車多分僕持ってないんですよ。いいねこれ。いえ、そんなもうボロいとかそんなね気にしない。でまずねこう正面ね、こんな感じですね。まあボロいって言っても本当塗装のところがねちょっとこう剥がれてるぐらいなんで、まあ結構ちゃんとしてるんじゃないですか。グリルとかヘッドライトのところはこれ黒の成形色ですね。でおそらくこの部分は白のソリッドカラーだと思うんですが、ちょっとところどころね塗装が剥がれてるんで、まあ字が見えてるような感じです。ただ形はねもうほんとしっかりできてるのかなと思います。これは不走かな、あ、番号かナンバーが書いてましたね。不走って書いてあるのかなと思ったらナンバーでした。で側面横を見てみると、はい、こうなっていて、でこちらね片側3輪ですね。ちょっとタイヤのメッキも剥がれちゃってますが、まあ、本来はねシルバーメッキがね施されるタイプだと思います。でミキサーのこの後ろのドラムですね、ドラムの部分がこちらがオレンジで、ちゃんとこうしっかりとね回転して、でその土台がブルーの成形色となってますね。いいですねミキサー車はね、ここがちょっとテンション上がるんですよね。てかまあでもとにかくこれがいいね、うん、これ気に入った。で後ろテールの部分ですが、こちらね成形色ですけども、しっかりとねこんな感じでこうミキサー車のこのコンクリートこう流れるところがねちゃんとできてます。いいねかっこいいですね。で反対側の側面は、はい、こうなっておりまして、こちら側から見てもね非常にかっこいい車両になってますね。いいね、とにかく僕これ今めっちゃ気に入ってますよ、今のところ最高です。で、あ、窓ガラスは、これ古いトミカでよくありますよね。このクリアのグリーンですね。こんな感じになってます。で、あ、パカッと開くから、あれか、シートとかがないんですよ、これね。運転席とかない。ね、不思議なトミカ。で、そこの部分は、はい、このようになっておりまして、ベースになっているのが、ナンバーが53番で、スケールがね、100分の1となってますね。で、日産ディーゼルトラックとなってます。で、この車両ですね。ギミックね、先ほどからね、パカパカ開けてますが、このようにこうヘッドの部分がね、前にパカッとこう展開できるようになっていて、で、あとミキサー車なので、後ろのこのドラムがね、しっかりとこう回転できるようになってまーす。いいですね。素敵ですね。で、手転がしは、あ、バッチリですね。はい、ということで、まずね、1台目、ボロいトミカと言っておりますが、僕にとってはもう素敵な宝物の一つになります。ね、素敵なミキサー車でした。さあ、ではね、もう一台の方も行ってみましょう。では続きましてが、こちらがスーパーグレート見ていきます。おー、これもかっこいいね。これもいつの時代の
あれかね、あれだ、トミカだ。このスーパーグレート持ってたかな。なんかこんなブルーのタイプのないような気がしますね。じゃあちょっとね見ていきますが、まずはい、全体的にはこうなってます。全体がまあブルーですね。こんな感じで、なかなかかっこいいカラーのスーパーグレートで、フロントの部分ははいこんな感じで、真ん中に大きくね、扶桑と書かれてます。で、上には三菱のエンブレムですね。ここは立体的になってますね。で、グリルのところは黒の成形色で、これは多分ね、シャーシがね、こうカチャッとこうはめ込まれてるような形になってると思います。で、ヘッドレストシルバーの塗装仕上げと、で、上の部分、ここにはスーパーグレートのね、ロゴ書いてます。いいですね。で、側面横を見てみると、はい、こうなっておりまして、荷台の部分は、ブルーのこの成形色になるんですが、側面の上部ですね、スーパーグレートのねロゴ大きくね書かれてます。で、ホイールはねスタンダードなシルバーメッキタイプで、片側は3輪です。で、後ろですね、はい、リアテールの部分はこうなってます。特に塗装とかないんですが、このトラックをね、こんな感じで後ろのねパネルが開閉できるねギミック付きになってます。で、反対側の側面ですが、はい、こちら側はこんな感じになってまして、この上もねしっかりねスーパーグレートロゴ大きくね書かれてますね。で、上から見るとルーフはシンプルです。はい、このようになってます。で、底の部分ははいこんな感じです。で、こちらベースになっているのが、結構これ古いのかな、1996年になるのかな。ナンバーが、こちらが、7と14って書いてある、ここね。で、こちらスーパーグレートトラックとなってます。で、この車両ですね、はい、ギミックの方ね、サスペンションとかないですが、先ほども開けましたこの後部のドアのねパネルの開閉機能がこんな感じでついてます。なかなかね、はい、こちらもね素敵なねトラックになってました。ということで、ね、2代目三菱ふそうスーパーグレートでした。いいね、かっこいいトラック、サンキューです。はい、ということで、今回はね視聴者様からまたお手紙とね、トミカのこのプレゼントいただきました。ありがとうございます。素敵なミキサー車とねトラック、そして素敵なお手紙ね、熱いメッセージありがとうございます。いやー、もうほんとね毎度思いますがね、もう素敵な、ね、コレクションね、いやー、いっぱい増えて嬉しいですね。もう思い返す、今まで視聴者さんからいただいたこうねトミカとかお手紙とか、もうどんな数なんでしょうね。一応ね一箇所にねこうまとめてはいるんですけどね、いやかなりのね数になってきたんですよ。まあ毎回ねこうねそこにこう収納するんですが、それ見るたびにねいろいろこう思い出すんですけどね。でも本当にねいつもねもう応援していただいてね嬉しい限りです。いや、もう本当ねいつもねこう大切なねコレクション皆さんね送ってくれてね、本当にありがとうございます。まあ、めちゃくちゃ嬉しいんですけどもね、本当毎回ねちょっと固いこと言っちゃうことあれなんですけど、ご無理のねない程度にねよろしくお願いいたします。まあ、ということで、今回はねサスケさんでいいかな。いや、もう本当にねありがとうございました。まあ、今後ともねぜひね、よろしくお願いいたします。まあ、ということで、はい、今回ね、この辺りで締めたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のね、チャンネル登録やコメント評価、どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あと、Twitter やね、インスタ、そして最近では LINE の公式アカウントの方でね、そちら限定のね、動画も配信してるので、ぜひね、お友達登録よろしくお願いいたします。では、ここもね、最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いしましょう。では、ごきげんよう。さよなら。バイバイ。